ポルシェ906は FIA 規定のグループ4に合わせて作られ、1966年にデビューしたレーシングカーである別称カ彼ラ6。1966年にグループ4スポーツカーを対象とした国際スポーツカー選手権が新設された。2リッター以下クラスのタイトルを獲得するため、フェルディナント・ピエヒヒキール技術陣は、 ポルシェ発の純レーシングカー906を開発した。生産台数は65台。ホモロゲーション取得用の量産型52台は、ワークスの他プライベートチームにも供給された。エンジン仕様の異なる13台は、生産義務のないグループ6スポーツプロトタイプ用とし、国際マニュファクチャラーズ選手権2リッター以下クラスにエントリーした。なお、 先代904の6気筒バージョンが906と呼ばれていたため、当社は主に彼ら6の名で市販されていたが、後に前社を904、6、後社を906とする形が一般化した。904では生産性を考慮して、後半ボックスフレームを採用したが、906では、再び交換スペースフレーム方式に戻った。1965年のヒルクライム用、 マッシン、オロンビラールスパイダーが原型となった。ブレーキやサスペンションは904のものを受け継いだ。タイヤホイールは15イン。全 FRP 製のボディは904同様、フェルディナント・アレクサンダー・ポルシェがデザインしたと言われるが、実際には関与していない。フロント部分は、ボンネットの高さを抑え、フェンダーのアーチを強調するデザインとなった。ルーフは、 寸法規定の緩和により幅の狭い丸みを帯びた形状となり、大型ウィンドシールドと跳ね上げ式のガルーィングドアを採用した。ルマン24時間レース出場者は、ユノディエールの直線で最高速を伸ばすためのオーズを延長し、リアオーバーハンドを 500mm 以上延長したロングテールを採用した。高速サーキット用のロングテールは、後継モデルでも定番となった。 ジョーシフェールが乗るポルシェ9 0 6 9 6 6年のスポーツカー世界選手権開幕戦デートナ24時間レースで実戦デビュー。第4戦、タルガフローリオからグループ4公認を得るが、イゴアークスは燃料噴射式のグループ6使用を主力とした。2.2リッター8気筒は信頼性が不十分なため、出場機会は少なかった。タルガフローリオでは、 ウィリー・メレス、ヘルベルト・ミヌラー組が、総合優勝し、ポルシェが得意とするイベントで6度目の勝利を得た。最終戦、ルマン24時間レースでは、総合1から3位を独占した7リッターの、フォードマーク2に続き、2リッターの906が総合、4から7位を占めた。4位のジョーフェール、コリン・デービス組は、排気量と走行距離から算出される。 性能指数賞を獲得した。結果、目標通りグループ4スポーツカー選手権 S2 クラスを制覇。グループ6マニュファクチャーラーズ選手権でも、ライバルのフェラーリ D の 206S を抑えて、P2 クラスのタイトルを獲得した。日本には、プライベーター用に3台が輸入され、各種のスポーツカーレースに出場した。日本グランプリでは、 日本国産のプリンス R380 と熱戦を展開した。1966年の第3回日本 GEP では、滝進太郎が一時トップを走行するも燃料補給のピットインで R380 に逆転された。1967年の第4回日本 GEP では、生沢通と坂井忠が906同士のトップ争いを演じ、 行沢が優勝した。輸入代理店の三和自動車の資料によると、シャシーナンバーは、滝が906から120、行沢が906から147、堺が906から149である。ありがとうございます。